羽生田村こと竹集落に。羽生田村って聞いたことある？はい、来ております。怒ってる男の人と止めてる女の人がずっと話しかけてくるんですよ。を踏まえた上で今日します。これ検証、ここ任して向こう行こうか。気をつけて。気をつけて。確かに違う、多分えぐい。本丸は我々でということですね。水地場がめっちゃ胸痛なってきた。怒り緩和レベルでいけるとこまで行こうか。じゃあそうですね。うーわうーわ、何があるんですか。何があるの、これは。何、ここ水すくいじゃん。一体何するとか。でも水が少ないってことは、え、ちょっと先生、ちょっとカメラ、先生、え、どこ行った今。これは何、ここ水すくえるようになってますわ。何これ、こなんか落とした。血は何もないんかな。なんか落としたよ。これは一体何するとか。でも水が使えるってことは、え、ちょっと先生、ちょっとカメラ、先生、え、どこ行った今。え、こっち、ちょっと、めっちゃ音してんねんけど。先生、え、ちょっと待って、マジでこんな、え、嘘、ちょっと待って、ジンパルが言うこと聞かへん。よいしょ。え、先生、ちょっと、え、先生、え、マジでどこ行った。え、嘘、足音せえへんしな。ってかもうこの先道ないぞ、これ。これ道じゃない。先生、ちょっと嘘でしょ、なんで先行く。てかもう道がない、斜面です。こっから斜面です、これ。先生、え、落ちたとかじゃないよね。みのりさんって、え、みのりさんって呼んでんのにあかんちゅうてんのに、そっち行ったら。ちょっと待って、え、なんか、ちょっと待って、ジンバルがこっち向いた。あかんって、こっちは。え、呼んでんのに、さっきからずっと。ジンバルがこっち向いた。いや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 、戻ろう、ここほんまにあかんから。今どこおったんですか。いや、ジンバルの言うこと聞かないんですよ、全く。ちょっとそれは分からんけど。え、なんでこれ。ちょちょちょ、いっぺんジンバル切りますわ。ああ、てかここの道走っていきませんでした。いや、ジンバルが切れん。あ、切れた。びっくりするわ、バーって行くから。
ジバーティーイートン先生違うってびっくりした。あかんてここはほんまに呼ばれてるって。えで先生が今さっきこっち走っていったじゃないですか。いや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 、えマジですか。はあ、呼んでんのにどん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 行くからびっくりするわ。ほんで先生言うてとか何かあったんかな思って。いや先生探してたんですよ。はあ、びっくりした。よかった、何にもなくて。はあ、えマジですか。びっくりするわ。もうとりあえず戻ろう。でもさっきから上の方でバンバン言うてるから。この上なんよ。あのだからジンバルが全然いいこと聞かない。プレッシャーの正体が。あ、そうなの。上がれないですよね、でもね、これ。いや、あかん。上がれてもあかんと思う。あ、そうですか。じゃあちょっと戻ろう。で戻りますか。向こう二人も気になりますしね。これはちょっとほっといたらあかんかもしれへんわ。っていうか、まあ向こうのが安全は安全やけど気にはなる。井上さんがこんな状態やったら。ああ、よかった、何もなくて。はあ、絶対先進んでったと思った。ドキッとするわ。大きい声で先生先生って呼んでるから。いや、どこにいました、マジで。え、そっちよ。だからあのなんか水汲むとこあったでしょ。そうそう、水汲んでるとこの下を見てたんよ。こっち何もないんかなと思って。で、何もなかったから、何もないわって。思ってたら。明らか今僕らが歩いてるこの道を走っていきました、ね。いやいやいや。タン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 と。走ると思う、逆に。突き好んで。この道。危な。危な。ほら、もう。こっちを見てたんよ。え、こんな真後ろじゃないですか、ここが。だってそうやで。だからここでまあ映してて、こっち何もないんかなっつってこっち行って、こっちを見てた、こうやって。ここあ、行くとこないわと思って。あ、そうなんですか。え、でもそれやったら気づくはずっすよ。だってここから、うん、これを私映してたんですもん、うん、ほんならこっちのよいしょジンバル効かへんて。こっちの方向にわーっと走っていくから。いいいいいい。うん、えってことやな。だから多分な、だいぶあの圧迫感はなくなったから。何かあるんか、ね、こういうことやぞっていうことを多分思い知らされたと思うけど。うわ、一歩一歩重いけど、これ何、急なリカちゃん、なんですかここは。とりあえず二人のとこ戻りましょうか、うん、でも初めてやからね、この行き道から止められるって。なんか言葉として言ったあかんよって言われてるんですか。言葉にはなってないんやけど、行ったらダメよっていうことを伝えようとしてるっていうのだけはひしひしと分かる。感情として、そう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 、行くな行くなっていうのが入ってくるってことですか、うんうん、行くなっていうか今はダメみたいな感じ。はあ、今日がタイミング的には最悪やったんかも分からへん。ここがほらそのサイレンっていうゲームの元になったって話じゃないですか。サイレン自体が村ごと異界に飲み込まれるって話なんですよ。うわ、今めっちゃ寒気した。あ、そうなん。真っ赤な海に囲まれた島みたいになっちゃって、うん、村ごと異界に飲み込まれて、誰もこっちの世界に戻ってこられへんくなるっていう話なんですよ。あ、そうなんや。ちょっと入れなさそうですね。ただここなんだよな、俺。俺って知ってますね。あ、行ってる行ってる。あ、明かりが見えますね。ああ、検証中してるね。あ、でも無事っぽい。よかった。これ階段なんやね。え、これ。ああ、階段。その横は障子が張ってあったような。これね。
無事無事ですか。無事ですけど。なんか、なんか、なんか、え？いや、こっちに、うん、女の人いません。あ、すごい。え？あ、当てたらあかんやつ。ここは女の人です。ちょっとごめんな。え？なんか、え？え？え、何その人形？分からへんけど、なんか、ペッてあったからさ。ペッてあったから。あ、何してるんですか？いや、もうなんか、こんなんなんかベーンってされてんの、かわいそうやんか。うん、もうせめてなんかこう、ちょっと顔とか目汚れてっちゃってるけど、ちょっと追い戻すとこかなと思って。あ、そうなんて思ってんな、これ。よいしょ。持って帰ってあげることはできへんけど。はい。はい、ほんで、なんて？鈴木さんなんですけど、はい、ここからすごい寒くなってきてですね。こっから、はい、こっち、こっちですね。さっきほら、ふすま言ったでしょ。あ、はいはい、ふすまのとこからこっちへ向いてバッと移動されてたから、多分あのその時はバッチリ、多分ジャストで、あの、いいですか、はい、女の人って、うん、その女の人って、はい、着物着てます？あのね、うん、羽織ってる感じで、ここが見えてる感じの服装をしてる。ですよね。うん、我々3人が見ているのは、はい、同一人物と思われます。髪の毛が長いか短いかで言うと、せーの。長い。そうだね。っていう。ですよね。細いっすよね、パン。細めでやってます？細めね。うん、細いね。うん、この女の人結構気に入ってるっぽくて。え、ね、ジンクも、あ、そういうこと、うん、そうちょっと気に入って、嫌いじゃないというか、で、あの、悪い方じゃないんですよ、なんて言ったらいいかな、お茶目な方っていう言い方かな、どっちかっていうと、うん、っていう感覚の方なので、はい、いいかなと思って、決してその別に恨みつらみがあるわけでもなしに、何かこう思い残されてるわけでもないって感じなんで、あ、検証結果言っちゃってね。行きましょう、もう、はい、行きますか、行かないです、はい、ということでございまして、羽生田村こと竹集落検証させていただきました、はい、ちょっと何かある感じですね。ここはうまく言葉にはできないんですけど、まずあの建物シーン、なぎさんが、検証してくださってた建物、あそこは、まあ、ちょっとお茶目な女性の方がいらっしゃる感じです、はい、で、まあ、いのりさんとテソの行ったあの奥は、あの、明らかに何かありますね。その今日がものすごいタイミング悪かったのか何なのかちょっとわからないですけど、あの、まずいです、あそこは。あの高温のあたりからはすごい、あの、空気感が全く違ったんで、もうまさにこのさっき言ってた異世界感が半端ないというか。ただでも正体が突き止めれないというか、うん、元凶がどこなのかが分かんないですね。そう、だから上の方っていうのだけは分かるんだけども、全体やから行く道がないですね。そう、行く道がないからね、崖登っていくしかないから、うん、そうだからこの装備ではちょっとっていうのと、あとね、これをもう見た瞬間から思ってたこと言っていいですか。検証結果とちょっと違うんですけど、お地蔵さん、はい、このお地蔵さんを見た瞬間にここ来たことあると思ったんですよ。あ、そうなんですか。うん、祈りさんと、え、ん、祈りさんと来たことあると思って。来たことないですよ。うん、来たことないのも分かってるんだけれど、デジャビューみたいなよりも強く思ったというか、あ、ここ来たやんって思ったんですよ。不思議なことに、あの、いや、私も言っていいですか。はい、聞きましょう。来たことあるのって、はい、
20年ぐらい前じゃないですか。うん、それぐらい前やと思う。だから出会ってないんだけれど、20年か、もっと前か、25年とか、うん、もっともっと前かもしれない、下手したら。今言われるまで忘れてましたけど、うん、来たことありますわ。なんかある感じするんですよ。誰とは覚えてないんですよ。でもなんかめっちゃ親しくしてくれるお兄ちゃんに手引かれて、おー児童さんあれやろって、ほんでこの上上がったらなって、この道上がったそうが、そうえやっぱりそうそうやねん、この道そうなの。だから最初こっちやと思ったのよ、行くとこね。ほんでこいやだから木が塞いでるから、あこっちはもうちゃうんかと思って、木は塞いでなかったん、ここへ昔というかその来た記憶、うん、あの時は来た記憶というか、そうなんよ、こっちなんよ、そう、我々が今言ってたのはそう、こっち こっちのこの道なんですね。そう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 、でもこっちが本ちゃんやと、そうそうと思った、思ってましたね、うん、でもこっち行くからそうなんやと思ったのよ。でもこのお地蔵さんもなんかね、この石の石碑っていうかなぐらいの感じのお地蔵、こんなに新しい感じではなかった。 あほんまやでしょ、新しいでしょ、うん、もっとこっちに近いような感じのあのお地蔵さんだったのよ。ほんまやな、あ、うんうん、分かるこの質感、そうそう、この質感で、この質感あったの、6体はあったのよ。なんです、まあ、検証結果ちょっと関係ないんですけど、多分見てる絵一緒ちゃうかなと思うんやけど、はい、ねえ、時間帯って夕方ぐらいじゃなかった？そう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 、でもずっと夕方が終わらへんね。そうですよね、うん、夜にはならない、なるならない、ならないのよ。え、大丈夫です、異世界行ってます大丈夫です、この検証結果ありました？そういやだからここ見た瞬間にうわっと思って来る途中もまあそのいたらダメよみたいなのをこう言われてたんやけど、行っちゃったんてそういうことなのよ、ここ来たことあるって思ったから、だから井上さんとなのよ、それもそうっていうのがあったから、まあ止められつつもちょっとここへ来ちゃったのと、まあそっち安全やかなと思ったんで2人で行ったっていうのはそういうことがあったんやけど、ただまあなんか低村からするとちょっと井上さんがダッと行っちゃったんで危ないじゃないですか、離れたら。だってさっき行かれたと思ったからついてったのよって井上さんは言うねんけど、テイソンは井上さんがバッと行っちゃって、先生先生って言うところ何かあったんかなと思って、急いで追いかけ、そう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 、前の広がちょっとおかしい、だから分かんないのよ、分からへんの、なんでかが分からへんのよ、まあ、まあ言うててもしゃあないね、とりあえずもうあの、うん、照明のね、あの充電とこのカメラの充電もだいぶ減ってきてるので、ぼちぼちおいとましないと我々山を降りれなくなっちゃうんですよ。はい、分かりました、はい、はい、では、帰りましょう、帰りましょうか、はい、では会議の場、第2章ね、今後ともよろしくお願いいたしますということで、今日はこの辺りで失礼したいと思います。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願い申し上げます。